福島に東北最大級の無印ができるそうですが、どう思いますか？東北最大級？今まで秋田が東北最大級だったんで、ちょっとショックですね。最近福島にコストコできるみたいなんですけど、どう思いますか？そうなんすか？今までコストコ宮城と山形だけだったから優越感あったのに、ちょっとショックですね。福島に最近いろんな施設できてますけど、どう思いますか？もしかして東北最大級の無印ができるってこととか、コストコができるってことですか？あんまり意識したことなかったですけど、福島には東北最大級のイオンもできるらしいんで、東北の川も福島ですかね。最近福島にいろんな施設ができてますけど、どう思いますか？便利になっていいですね。